2003年の横浜ベスターズでは2003年の横浜ベスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベスターズは山下大輔監督の1年目のシーズンである。戸様の森正明前監督で失敗した反省から山下大輔がこの年から監督に就任。エース候補として大英から FA 宣言していた若田部健一、主軸打者として 現役メジャーリーガーのスティーブ・コックスを獲得する大型補強を観光し、大チャンス打線と銘打った攻撃優先オーダーでシーズンに臨んだ。吉見雄二の後頭で開幕の大阪新戦に勝利して白星発進したが、その後は投打が噛み合わず4月末時点で5勝20敗の勝率2割。補強した選手のほとんどが戦力にならず、 4月25日以降一度も再会を脱出できなかった。このシーズンは阪神が主を独走し、横浜は大阪神に16連敗を喫するなど大きく負け越すことになった。打撃陣では新外国人タイロンウッズが打率、273、40本塁打、87打点と大活躍して4番打者に定着。 新人の村田周一が25本塁打をマークするなど、チーム本塁打は前年の97本から192本に倍増した一方、チーム打率、258と荒い攻撃が最後まで解消されず、当主人もクリス・ホルトや新外国人のドミンゴ・グスマンが奮闘するも、チーム防御率4.80、2桁勝利投資不在とシーズンを通して不調であった。 また新守護神として獲得したマット・ホワイトサイドが成績不振で7月に解雇されたため同時期に起用法をめぐって中日を退団したエディ・ギャラードを7月28日に獲得。トレード期限の6月30日を過ぎての珍しい遺跡となった。最終的には45勝94敗1分の借金49と三憺たる成績に終わり、 首位と42.5ゲーム差、5位の広島に22ゲームも、離されて、全球団負け越しの再開に終わった。シーズン90敗以上は1970年のヤクルト以来、NPB では33年ぶり。オフには、森重和投手コーチが、投手陣崩壊の責任を取り辞任した。さらに福森和を、矢野英二とのトレードで近鉄から角倉剣、宇だか慎を、 横山道也とのトレードで日本ハムから野中信号を獲得した一方、金銭トレードで中島さとしを日本ハムへ、竹下慎太郎を阪神へ放出する、K4 件のトレードを観光した。ありがとうございます。